皆さんこんにちはレック専任講師の岩田です、えー、それでは今日は fp 初級向けガイダンスということで、えー、お金に強くなろう fp から始めるマネープランということでお話をさせていただきますよろしくお願いいたします、えー、まずはあの fp、えー、ということですけれども、えー、fp と言いますと、えー、ファイナンシャルプランニングそれからファイナンシャルプランナーこの二つの意味合いがあります えー、ファイナンシャルというのは財政上のとか金融の、えー、こういった意味ですので、えー、ファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てる、えー、ファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人といった意味合いになりますで、えー、今、えー、FP の資格というのは、えー、非常に人気がある資格です ですから FP 資格に興味を持たれた皆様はぜひすぐに FP の勉強を始めて資格取得をしていただければと思います。で、レジュメをご覧いただきたいんですけれどもどうしてじゃあ FP の資格が人気があるのかということですけれども1ページにありますように今、非常に景気ですとか経済が不安定である。 でその中で、えーまあ、自分の将来に不安を持っている方が多いということだと思います。えーまあ、自己投資ですとかね、自己責任ですとか、えー、そういう言葉をよく言われますけれども、えー、じゃあ自分の責任で生涯にわたって経済,経済的に安定して生活をすることができるのか。 え、または、え、まあ、将来、公的年金を受給することができる。えー、じゃあ年金の制度はどうなっているんだろう、ですとか。えー、じゃあ自分で投資をすると言っても、え、まあ、NISA ですとか、IDECO ですとか、様々な制度はありますけれども、え、そもそも投資ってどういうことかわからない、え、ですとか。 えー、そのような、えー、将来に対する不安感、えー、これが、えーまあ、自分で自分のことをきちんと経済的にきちんとしないといけないなというようなところで、えー、FP の資格を勉強しようというようううとといいいな方も増えているんだと思いますで、えー、レジュメの2ページをご覧いただきたいと思いますけれども、えー、ここに生活者のニーズの高まり、えー、それからビジネスチャンスとしてのニーズ、えー、とありますが。 えーまあ、私たち生活者が、えー、お金についてもっと知りたい。えー、このお金について幅広く勉強するのが FP、えー、なんですね、えー。ということで FP 資格に興味を持っている。えー、または、えー、FP を仕事としている、えー。そういうところに相談に行くということも,方も、ことも増えています。えー、ですから、えーまあ、ビジネスチャンスとしてのニーズも非常に高まっている。 これが FP の資格全体が非常に人気がある。そして FP 資格を取得しようという方がとても増えているということであると思います。で、ビジネスチャンスとしてのニーズということで言いますと、まあ、FP に関係のある仕事、例えば金融機関、銀行ですとか信用金庫ですとか、信託銀行ですとか、それから証券会社、 えー、それから保険会社ですね。生命保険会社、損害保険会社、あとは不動産関係。えー、こういった、えー、まあ、あの、お仕事では、FP の資格というのはもう必須になっています。 ですから、これから、金融機関などに就職をしたい、または転職をして、金融に関する仕事をしたいという方は、もう、あの、必須の資格ですので、すぐに FP の資格を取得していただきたいと思いますし、そういう仕事にもうついているという方は、ぜひ、すぐに FP の資格を取得していただきたいと思います。で、じゃあ、FP って、どういう仕事をするのか、 ということですけれども、えー、レジュメの2ページの下の方を,、えー、をご覧ください、えー、ライフプランと FP、えー、とありますけれども、えー、ここに、えー、ライフプランという言葉があります、えー、このライフプランは、えー、まあ、日本語では障害生活設計、えー、というようなことが多いです えー、この「ライフプラン」に対してアドバイスをする、えー、それが FP なんですね。で「えーまあ、ライフデザイン」ですとか「ライフイベント、えー」とありますけれども、えー、まず「ライフデザイン」というのはこれはその方その方によって異なる価値観です。 人が幸せである少なくとも生きがいですとか健康それからお金経済的なものこういったものがあれば幸せだということができるのかもしれません生きがいはその方によって異なります何か趣味があるですとかねそれから仕事が生きがいという方もいらっしゃると思いますし将来まあこう 達成したい夢があるとか、えー、またはのんびり行きたいとかそういう方もいらっしゃるかもしれません。えー、あとは経済的なもの。えー、やはりお金がきちんとしていないと、えー、まあ現代では幸せとは言えないと思います。えー、生きがいはその方によって異なりますし、えー、健康であることは望ましい。えー、で、お金、経済に関して、えー、これじゃあどのくらいお金があれば幸せかっていうのはその人によって違うわけですね。 つまりその方その方によって価値観が異なるそれがライイフデザンですその一方人が誕生から成長してそして自立成熟に至るとその節目節目で例えば教育費がかかるですとか就職をしてマイホームを購入したいですとかそれから老後資金をどうしようとか。 えーまあ、節目節目で必要なお金というのがある。で、えー、ライフデザインを生かしつつ、えー、それぞれのライフイベントこれを反映して、えー、将来の生活ライフプランをきちんと立てていこうそのライフプランの中で、えー、経済的な側面に対して、えー、アドバイスをする、えー、つまりファイナンシャルプランニングをしていく、えー、これが FP の仕事なんです。 FP はこう包括的なアプローチと書いてありますけれどもその方の生涯にわたる生活設計それに対してアドバイスをするですから非常に幅広い知識が必要ですしやはりその顧客にぴったりのライフプランをアドバイスをするということが必要になってくるわけです。 で、このように、顧客の経済的な側面にアドバイスをしていく。これが FP という仕事であり資格となっています。それではレジュメの3ページを開いていただけますでしょうか。ここでは FP の資格制度について見ていきましょう。FP 資格ですけれども、FP の資格は今実は AFPCFP 資格という民間の資格、えー、それから FP 技能士という国家資格、えー、この民間の資格と国家資格の2本立ての、えー、資格になっています。で、えー、まず、えー、民間の資格の方から見ていきますが、えー、AFP 資格、えー、これが FP の民間の普通資格ですね。で、えー、AFP の資格を取得するためには、 これ、あの、認定研修の終了とありますけれども、えー、認定研修を終了することが必要なんだと、えー。これは、レックの講座ですけれども、それの終了が必要である、えー。この認定研修という言葉、これも押さえておいてください。で、AFP の資格を取得した方が、えー、CFP を受験することができる。で、えー、CFP が、えー、民間では、えー、最上級の FP 資格になります。 で、CFP は国際ライセンスですね。えー、まあ、アメリカ、カナダなどが中心ですけれども、えー、最近では、えー、まあ中国ですとかね、香港ですとか、韓国ですとか、えー、そういった東洋系の国も増えています。えー、国際ライセンス。これが CFP 資格です。で、えー、国家資格の方、えー、こちらは、えー、まあ厚生労働省管轄の資格ですけれども、一、えー、級 f p 技能士、 そして2級、3級 FP 技能士この1級、2級、3級の3つの段階になっています。で、3級 FP 技能士これが国家資格の初級の FP 資格です。で、2級 FP 技能士が普通資格。で、1級 FP 技能士国家資格の最高峰の資格になっています。 で、えー、3級2級1級とありまして、まあ、厚生労働省管轄ということをお話をしましたけれども、えー、試験を実施しているのは、えー、日本 FPE 協会、えー、それともう一つ金融財政事情研究会、えー、このつまり、えーまあ、日本 FPE 協会は民間資格も行っているし国家資格の試験も実施しているという形になっています。 で、この1級、2級、3級の中で3級はこれ初級の資格ですので特に受験要件はありません。で、2級 FP 技能士受験要件はこれ実務経験って書いてありますけれども2年以上の FP に関する実務経験がある方が2級 FP 技能士を受験することができる。それともう 1> 1つですね、3級 FP に合格した方が2級を受けることができるそれともう一つ認定研修を修をを了した方が2級を受験することができるこういうふうに2級 FP 技能検定の受験要件3つありましてこの3つのいずれかを満たした方が受験することができる。で1級 FP 技能士は2級に合格した方などですね。 でえー、このような民間の資格と国家資格になってますけれどもじゃあ、えー、民間の FP 資格と国家資格どういう関係なのかということですが、えー、民間資格では AFP が、えー、普通資格は2級 f p 技能士がレベルが同じといいますか実はこの AFP AF 技能士が、えーまあ、レベルが同じと言いますか。えー、実は これあの AFP という試験はないんですね。で2級 f p 技能検定を受験して合格した方が2級 f p 技能士になります。で2級 f p 合格と認定研修の終了この2つの要件を満たすことで AFP に登録をすることができる。これは日本 FP 協会に入会をするということですが。 入会ををしての資格を取得することがで民間の資格と国家資格との違いをもう少しお話をしますと国家資格の方は試験を受験して合格すると3級 FP 技能士ですとか2級 FP 技能士になることができます。でこの FP 技能士はこれ一生ものの資格更新は不要なんですね。 で、それに対して AFP、CFP 資格は2年ごとの更新制度になっています。2年ごとに資格を更新していく。AFP ですと2年間で15単位、CFP ですと2年間で30単位取得することによって資格を更新することができます。この単位というのは AFP に関する何らかの活動をするですとか学習をする。 大体1時間で1単位の目安です。ですから AFP ですと2年間で15時間程度活動ですとか学習をすることによって資格を更新することができる。このような更新制になっています。この更新というのは少しちょっと面倒だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり f p というのは新しい税制ですとか または新しい商品が発売されたですとか、そういう新しい情報を追い求めていく資格ですので、資格を更新することによって、きちんとブラッシュアップしている FP だという顧客に対する安心感にもなっていくわけですね。はい、このような民間資格と国家資格の FP 資格になっています。 で、その下の FP 資格取得の流れのこの図を見ていただきますと、えーまあ、FP に関する実務経験がないという方でも、AFP 認定研修、これレックの講座です。えー、認定研修を終了することによって、えー、2級 f p 技能検定を受験することができます。で、えー、3級 f p に合格すれば、その受験要件で2級 f p を受験することができます。 えまあ2年以上の実務経験があれば、えー、3級受けなくてもですね2級 FP を受験することができます。で、えー、2級 FP、えー、合格後、まあ、認定研修を終了していれば AFP に登録をすることができますし、えー、2級 FP に合格後認定研修を終了して AFP に登録でこのような順番でも大丈夫です。 で AFP に登録をすると CFP を受験することができるこのような資格取得の流れになっています。で、まあ、国家資格の3級2級1級ですけれどもまず3級 FP 技能士これは初級の資格ですので、まあ、FP に関する基本的なお金に関する内容を理解することができるこれが3級です。 で、えーまあ、2級 FP 技能士 AFP、えー、これはまあ普通資格といいますか、えー、中級レベルの資格ですので、えー、例えば、えーまあ、FP に関する仕事をしたいという場合は、やはり、えー、2級 FP 技能士 AFP、えー、これは最低限取得をしておきたい、えー、そのくらいのレベルの資格です。 または、ご自分で自分のライフプランニングをする。その時も、2級 FP 技能士相当の知識があれば、きちんとしたプランニングを立てることができる。または、親しい人にアドバイスをすることができる。で、CFP、1級 FP 技能士。これは、もう上級レベルの最高峰の FP 資格です。ですから、まあ、仕事で、FP 関係のお仕事で活躍をしたい。 えそういう場合は CFP、1級 f p 技能士までえぜひ取得をしていただきたいと思います、はいえー。FP に関してはこのような資格制度とそれぞれの、えー、資格の、えーまあ、水準レベルになっています。えー、それでは、えー、レジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。 FP ではどういったことを学習するのかということですけれども FP ではお金に関する幅広い内容を勉強しますもうお金に関するすべてを学習するというようなイメージです非常に幅広く勉強していきますのでこの4ページにあります金融資産運用不動産それからライフプランニングと資金計画 そしてリスク管理、タックスプランニング、相続事業承継。この6科目に分けて学習を進めていきます。で、えー、それぞれどういうことを勉強するのかということですけれども、えー、まず右上のライフプランニングと資金計画。えー、この科目が一番 FP っぽい科目です、えー。ファイナンシャルプランニングの手法などを勉強していきます。で、えーまあえー、顧客の 経済的な側面にアドバイスをするということですので、えー、顧客の、えーまあ、財政状況を分析をして予想していくわけですね、えー。例えばキャッシュフロー表というツールを使って分析をしていく。えー、顧客の、えー、現在の収入ですとか支出、それから金融資産の残高、こういったことをいろいろ教えていただいて、 で、え、キャッシュフロー表で将来にわたって収入はどう,るのどうなるのか、支出はどうなるのかというのを予想していく。で、金融資産残高が20年後、30年後、どのくらい貯金が溜まっているのかということも予想していくわけですね。で、その中で、えー、まあ今、マイホームを購入したいと。と で、えー、住宅ローンを組んでマイホームを購入できるかもしれないけれども、えー、毎年毎年住宅ローンを返済していって、えー、じゃあ、えー、20年後30年後の金融資産残高はどのくらいになってるのかその間に子どもの教育費ですとか自分,自分の老後資産も貯めないといけない、えー、その辺のお金の手当は大丈夫なのか、えー、こういうことを分析しましてアドバイスをしていく、えー、そういう手法などを勉強します。 えそれからこのライフの科目では社会保険制度についても勉強していきます。えー、まあ健康保険ですとか公的年金制度ですとか。えー、健康保険については保険証を皆さんお持ちだと思います。えー、まあ病院で保険証を提示することによって原則3割の自己負担で治療を受けることができる。えー、でもこれ以外にも健康保険の給付っていろいろあるんですね。で、それはえ知らないと請求できない。 え、請求できないと、え、給付を受けることもできない。このような制度であることが多いんです。え、そのような知識を持っておくことで、え、万が一の時、いろいろ助けられることがある。こういう社会保険制度などについても勉強していきます。で、このライフの科目で、え、まあ将来にわたっていろいろ計画をしていく。え、それが、え、スムーズに実現できるかというと、え、必ずしもそうではない時もある。 で、万が一に備えるために、えー、リスク管理の科目ですけれども、えー、生命保険ですとか医療保険、それから損害保険など、えー、こういう保険に加入する、えー。このリスク管理では保険について学習をします。えーまあ、3級ですと、えー、保険制度の仕組みとかね、代表的な保険商品についてわ、えー、かる、えー。2級まで勉強していただきますと、 自分がぴったりの保険に入るときどういうところに注意をすればいいのかまたは保険証券のどこを見ればいいのかそういったことまで学習をすることができます。で左上の金融資産運用ですけれどもこれはもう文字通り金融に関する知識ですね。例えば投資をすると株式とか 投資信託とか、えー、ちょっとどういう商品かわからないな。えー、そういった金融商品の特徴などについても学習をしていく。えー、それから金融では、えー、景気や経済を表す指標についても学習をします。えー、ですから、えー、この金融について勉強すると、例えば経済史がよくわかるようになったとか、えー、経済関係のニュースで何を言ってるのか、えー、とてもよく理解できるようになった。 えー、そういった経済全体についても学習をしていきます。で、えー、タックスプランニングですが、これは税金に関する知識です。えー、3級では所得税を中心に、えー、2級では所得税、それから住民,、えー、住民税や法人税、そして消費税などを学習をしていきます。えーまあ、所得税の計算手順なども学習をしますので、 えー、そこで、えー、所得税についてしっかり勉強すれば、えー、自分で確定申告をする。で、えーまあ、もし払いすぎていた税金があったら、それを還付を受けることができる、えー。こういうお得に節税をすることができる。そういう知識を得ることができます。えー、または今話題になっているふるさと納税、えー、なども、えー、このタックスプランニングでどういう仕組みなんだろうということも勉強していく で、えー、不動産ですけれども、これは、えー、不動産、えー、ですから、土地ですとか建物ですとか、えー、マイホームを購入するって、えー、まあ自分の夢であるという方も、えー、いらっしゃるとは思います、えー。その時不動産に関する知識があった方が、えー、本当にいい不動産を、マイホームを購入することができる。で、えー、この不動産では建築基準法ですとかね、 それから都市計画法ですとか、こういう法律の関係なども勉強しますし、それから登記簿の見方ですとか、あとは不動産に関する様々な税金など、不動産に関して幅広く勉強していきます。そして相続事業承継ですが、これは相続に関する内容ですね。まあ、人は必ずいつかは亡くなりますし、 えまあ人生の中で少なくとも2回相続に遭遇すると言われていますけれども、えー、まあ相続はその方が亡くなってその方の財産を次の世代に引き継いでいくということでもありますので、えー、まああの相続財産これ相続税がかかってきますよねで相続ってそんなにしょっちゅうあることじゃありませんので相続税についてはちょっとよくわからないという方も多いんです。 相続税対策って、その方が亡くなってからではほとんどできることはありません。あらかじめ相続に関する知識を勉強しておくことで、相続税の軽減のいろいろな対策を取ることもできますし、または何より、お互い相続人間で争うことなく相続をすることができる。こういった知識を勉強していきます。こういう6科目に分けて勉強しまして、 で、えー、幅広いお金に関して勉強していくこれが fp ですで、えー、fp の資格が他の資格と全く異なるということは勉強する内容が、えー、日常生活ですぐ使える知識なんですね、えー、ですから皆さんが勉強始めていただきまして、えー、その勉強したことをすぐ日常生活で使ってみる、えー、そうすることによってより、えー、まあ知識がしっかりと、えー、して で、えー、試験対策にも役立つ。そういうような、えー、使える知識が勉強できる、えー。これが FP の資格です。はい。えー、それでは、レジュメの5ページを開いていただけますでしょうか。えー、試験の傾向と対策を見ていきましょう。でえーまあ、2級試験の概要とありますけれども、えー、2級 FP 技能検定につきましては、 学科試験と実技試験に分かれています。これは3級も同じです。で、学科と実技、それぞれ合否が判定して、両方合格して初めて2級 FP 技能士なり3級 FP 技能士になるということになります。で、万が一ですね、学科試験は合格したけれども実技試験はダメだったとか、 実技試験は合格したけれども学科試験は残念だったとかそういう方は一部合格ということで例えば学科試験を合格したという権利これは翌々年度末までですから年年ないし3年間有効ですですすから次の試験で駄目だった方の試験を受けて合格をすれば。 えそれで学科と実技が両方揃って合格で、えー、2級 FP 技能士なり3級 FP 技能士になるということになります。で、えー、2級では学科試験120分、えー、実技試験は90分ですね。で、えー、試験は年3回です。えー、まあ1月5月9月、えー、この年3回になります。 で、えー、これ合格基準6割ですけれども、えーまあ、学科試験も実技試験も6割以上の正解で合格になります。えー、これは2級それから3級 FP 技能検定、えー、でも6割以上の正解で合格になります。で、えー、合格率はと言いますと えまあ2級 f p でえ学科試験と実技試験両方受けて両方受かる方えーまあ30%台から40%台えーこのくらいの合格率です。ここにあの折れ線グラフがありますけれどもえまあ学科試験の合格率実技試験の合格率えこれえと実技試験の方がちょっと高いですね。 ーまあ40%台それからー50%台程度、えー、3級ですとだいーセ80%程度の合格率になります。で、えー、6割以上の正解で合格ということは競争試験でではないですでこれあの合格率にばらつきがありますけれども、えー、その時その時に出題される問題によって。 え、まあ少しあの何問かちょっと難しい問題が出るという時もあります。そういう時は合格率ちょっと下がっちゃったり。えー、そういう難しい問題がえなかったというような時は合格率がぐっと上がったり。えー、でも2級ですと両方受けて両方受かる方。えー、まセ30%台から40%台の合格率ということになります。 で、えー、まあ、学科試験と実技試験がありまして、えー、2級ですと学科試験は4、2、1のマークシートです。で、えー、実技試験については、えー、記述式なんですね。で、えー、記述式ですけれども、これは論述ではないです。えー、ですから、えーまあ、4、2、1の正解の選択肢の番号を書くですとか、えー、それから実技試験ですので、えー、実務的な問題が出題される。 で、計算問題なども出題されますので、計算をしてその答えの数字を書くとか、あとは語群選択の問題ですとか、えー、その正しい言葉を書くですとか、そういう形の記述式になります。で、えーまあ、実技試験を心配だーと言われる方の方が多いようなんですけれども、えー、実技はやはり実務的な問題が出題されます。えー、例えば、 えまあ源泉徴収票の読み取り問題ですとか、えー、それから会社指揮法を読み取って計算をするですとか、あとは保険証券の読み取り問題ですとか、えー、ちょっと実務っぽい問題なんですね。えー、ただそういう問題でもよくよく見ると、えー、学科試験で合格できるそのくらいの知識があれば解ける問題ばかりなんです。 ですから実践試験は学科試験の知識をしっかり身につける。で、多少応用力を働かせて十分に合格をすることができます。で、FP の試験というのは、まあ基本的に落ちる試験ではなく受かる試験になっています。落とそう落とそうとそういう問題ではないです。 ですから少しの言葉の誤りでマルカバツカが変わってしまうですとかね。それから重箱の隅を包むような難問疑問というのは出題されないです。ですから皆さんがきちんと時間を取ってきちんと勉強準備の勉強していただければ合格できる。 まあ正当に、勉強した方が、きちんと合格をできる。それが FP の試験です。とはいえ、まあ国家資格になってもう20年くらいなんですけれども、だん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 、出題される問題の難易度が上がってきているというのも確かなんですね。ですから、きちんと、確実に合格をするためには、やはり、まあ、レックの講座で、 試験のための対策をきちんと取って、それで受験をする、えー、というのをおすすめはしたいと思います。はい、えー、で五、えー、ページの下の方ですけれども、えー、AFP 認定研修とはとあります。で、えー、認定研修は これは2級 FP 技能検定の受験要件にもなっていますしそれから2級合格後 AFP に登録をするための必要な研修にもなっています。で、まあ、レックの講座が AFP 認定研修に指定されていますけれども認定研修を終了するというのはこれは、まあ、提案書ですね。 えー、提案書を作成して提出をして合格をするということが必要になります。で、えー、提案書って何な、提案書って何だろうと言いますと、えー、提案書は実務課の FP にとっては、えー、それを使って仕事をするというようなもう商売道具のようなものです。えー、実務課の FP は、えー、顧客の方が相談にいらっしゃる。えー、それに対してさまざまなアドバイスをする。 口頭でアドバイスをするだけではなく提案書というレポートのような形で作成してそれをお渡しをすることが多いんですね。でこの提案書を認定研修の終了要件として皆さんが作成をして提出をしていただきます。それが合格をすることによって認定研修が終了ということになります。 これはあの例題がありまして、例えばえまあ40歳ぐらいのご夫婦でこれからマイフォームを購入したいと。で、収入がこのくらいで貯金はこのくらいあるとか、設定があるんですね。で、そういうケースでキャッシュフロー表などを作成して、20年後はどうなってるんだろうというのを分析をして、 で、えー、マイフォーム今買ってどうなるんだろうというのを分析をして、えー、様々にアドバイスをする。えー、それを提案書に書いて、えー、まとめて顧客にお渡しをするというような形で、えー、提案書を作成して提出をしていただくようになっています。で、えー、提案書の作成というのは、えー、必ずしも簡単ではありません。えー、ただ、レックの講座では、えー、講座内で 提案書講義という提案書の作成の方法を詳細に説明した講義があります。それをご覧いただいて、で提案書のテキストが詳細に作られておりますので、それを参考にして作っていただく。で、えーまあ、不合格でもフォローとありますけれども、 提出をしていただいて足りない部分があったらまたご連絡をして再提出をしていただくこのような形になっていますので今まで提案書を作ったことがないとそういうような方でも十分に合格できるような提案書を作っていただけると思います。ははいいいそれれれででページを開いていただけけままますすしょうかか、まあ fp のこれからとありますけれども えー、まあ FP ですと、えー、やはり金融機関ですとか保険会社あとは不動産関係ですと FP 資格はもう必須になっています、えー、もうだん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  FP の資格を、えー、保有しているという方も増えています、えー、ですから、えー、そのような仕事をもうしているという方 また、はこれから FP に関連する仕事をしたいというような方は、えー、ぜひもうすぐ、えー、勉強を始めていただいて、FP の資格を取得していただきたいと思います。で、えー、FP の資格を取得した後ですね、えー、ぜひその資格は活かしていただきたいと思いますけれども、えー、独立系 FP ですとか、企業系、企業内 FP とありますけれども、 えー、企業内 FP というのは、えー、関連する金融機関等で仕事をしてその中で FP の資格を、えー、使っていく。で、えーまあ、企業内 FP として経験を積むことによって、まあ、将来的に独立をすることもできる。えー、独立系 FP というのが、えーまあ、自分で独立をして FP の仕事をするまたは、えー、独立系 FP 会社で仕事をする。 えー、このような方ですで、えーまあ、あの FP の資格を生かして仕事をするということでは、えー、例えば税理士資格があるですとか社労士の資格があるですとか、えー、本業に対する付加価値として FP の資格を使うこともできますし、えー、また FP の資格を取得して、えー、より専門的な、えー、税理士ですとか社労士の資格を取るということでもよろしいと思います。 えー、このように、えー、様々に、えー、FP 資格を活用することができるまたは今のところは、えー、少なくとも、えー、FP を仕事として使う予定がないという方でも FP を勉強すれば、えー、自分の生活に非常に役に立つ、えー、本当に生活ををすすするる上でで必要不可欠な知識を勉強することができます、えーまあ、自分のための FP と言ったりしていますけれども えー、ですから FP の資格は、えーまあ、仕事はしないと、そういう仕事はしないという方でも、本当に、えー、もう全員の方が勉強して資格を取得していただきたい。で、資格を取得すれば、えーまあ、お仕事で使うこともできるし、経験を積むことによって、えー、独立をすることもできる。えー、こういう、えー、懐の深い資格、えー、これが FP 資格の魅力、えー、だと思います。 はいそれでは7ページを開いてください。まあの時代が f p を求めているなんてありますけれどもやはり経済関係が非常に不安定でこれからの生活に不安を持っているというような方またお金の知識があれば優遇税制ですとかねあの例えばニーサですとかイデコですとかいろいろお得な制度などもあります。 えー、そういう中で、やはり FP というのは幅広くお金に関して勉強できる資格、えー、ということができます。えー、ですから、えー、ぜひ、えーまあ、FP について今興味を持っているという皆様は、えー、すぐに FP の、えー、資格を、えー、勉強を始めて、えー、資格を取得,して取得していただきたいと思います。 で、3級 FP、それから仕事で FP 資格を使うという方は、ぜひ2級 FP までお勧めしたいと思いますし、さらに上級の CFP、それから1級 FP 技能士まで資格を取得していただきたいなとは思います。 で、えー、これからまあすぐ、えー、資格を勉強を始めまして、えー、それから3級 FP ですとか2級 FP ですとかぜひ、えー、私と一緒に頑張って勉強していただいて、えー、まあ2024年5月試験に向けて、えー、まあ1月の3級試験それから、えー、5月の2級試験に向けて、えー、一緒に頑張って、えー、いただきたいと思います。はい えー、それでは、えー、今日私からは以上で終わりにしたいと思います。えー、皆さんお疲れ様でした。